受胎告知の絵がたくさんあるけど、なんでみんな受胎告知たくさんあるの？みんなっていうか、さっきの、話じゃないけど、イエス様、マリア様の生涯を書くところで、まあ絶対必ずあるポイントですからね。書く人が多いけど、っていうか、それは同じ貼り付け、イエス様の卓系図書く画家も多いですよ。だから重要なポイントだからですよ、そこが。それで受胎告知の場合はさ、やっぱりさ、マリア様かけるっていうのとさ、あと天使かけるんだよね。ガブリエルがかけるから、書きたい画家は多いんじゃないかな。確かにいろんな要素ありますもんね。美女もいて。女性と天使がかけるっていうのは、意外にないんですよ。あとはマリア様が昇天するときとかさ、そういうときだから。あとは聖母子像とか。そうだね。聖母子像でも必ずしも天使いないじゃん。受胎告知のときは天使が重要な役割を果たすから。というわけで、山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなぁと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなぁと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。